セブンアイホールディングスセブンアイクリエイトリンクアリオアリオはセブンアイホールディングス参加のセブンアイクリエイトリンクが中心となって店舗開発を行っている大型ショッピングセンターである総合スーパーのイトーヨーカドーを各テナントに専門店モールを併設する形態で開業イトーヨーカドーは2005年3月9日に三井物産と合弁で デベロッパーのモール SC 開発を設立し、ショッピングセンターの開発、運営に参入した。設立時の出資比率は、伊藤洋稼働が60%で、三井物産が40%であった。モール SC 開発は、2016年11月30日付で、セブンアイホールディングス直径に、移動の上、グループの不動産開発、管理全般を担う株式会社セブン アイクリエイトリンクに称号を変更している。ほとんどの店舗はセブンアイクリエイトリンクが開発し、伊藤洋華堂から施設運営を受託されているが、アリオ倉敷のみセブンアイクリエイトリンクが施設運営も行っている。また、アリオ倉敷では開業当初の各テナントだった伊藤洋華堂が撤退したため、初めて非セブンアイ系列のスーパーを各テナントと、 する店舗となった。アリエルと語尾に、王を組み合わせた造語。また、アリ王を表す四字にはそれぞれ、娯楽、安らぎ、情報発信、創造性といった意味が込められている。初期に出店した店舗は、過去に閉鎖された大規模な工場跡地の再開発によるものであったが、その後は既存の店舗を改装して、テナント比率を上げる形でアリオへの転換を図る。 携帯の出展も行っている。ありがとうございます。